島開発のスローガンの一つは農耕両全である。農業と工業が共に手を取り合って開発を推し進めていくことを意味している。県では農地などを買収した際、土地のすべてを提供した人に対し、その土地に代わる農業用地を6割提供することになっている。これが有名な鹿島方式である。こうして新しい農業造成団地があちらこちらに生まれた。今までの農業から脱皮して近代的農業を経営するための団地を作り上げるプランである。しかしここで農業を熱心にやっていく人はほとんどいなくなっていると言われる。かつての農業王国は今や都市へ向かって爆心である。